はい、バイク乗りの高木です。日本一周第10弾最終章ですね。9月7日のこと、長崎ユースホステルを出発する時のオドメーターは3万飛び301キロでした。この日は長崎の観光を しようと思います。長崎に行くのは2度目の私、前回見ていない場所を見ようということで、まずは、中国チャイナタウンに絡んでの、お寺ですね。ちょうど、お盆の期間、中国ではお盆の期間だったということで、ね、ご先祖様に向けてお買い物ができるような、絵が飾ってあったりとかですね、大変珍しい、何百年も前から日本と中国の文化が融合し続けた、そんな姿を見ることができました。そして忘れちゃいけない平和公園、世界で唯一の被爆国である我々の日本、そして2カ所に、広島と長崎2カ所に原爆が落ちている、その片方の長崎で、ぜひこれは見ておかなければならないというふうにも思いました。この時は天気がいいんですけどね、この後観光終わって東に向けて走り始めると、雲仙岳では土砂降りの中で、この日の宿は島原ユースホステルに泊まることになります。島原ユースホステルを出る時のオドメーターは3万飛び386キロ、8月8日のことです。島原から熊本に船で渡ってショートカット。北上して着いたのは福岡県の今村天主堂。隠れキリシタンの末裔の人々が明治、大正になってから建立したと言われる由緒あるカトリック教会ですね。関門海峡を越えてたどり着いたのは下関。下関ユースホステルに着いてすぐに窓の外を撮った映像、同じ場所から夜撮った写真ですね。対比が楽しいですね。はい、翌朝の下関ユースホステル、同じ部屋に泊まった同じく日本一周中のライダーさんと、この女性は列車で回ってる方だったかな。楽しく過ごした下関ユースホステルを後にしたのは9月9日、オドメーターは3万飛び456キロでした。少し距離を稼いで、その日の夜泊まったのは島根県の立久江峡ユースホステル。同じ宿に泊まった女性にまたがっていただいてパチリ。立久江峡ユースホステルを出る時のオドメーターは3万飛び786キロ、9月10日のことでした。朝から立久江峡の渓谷を散策、とても楽しい散歩の時間ですね。はい、さっき一緒にいた女性と一緒に散策できたのも素敵な思い出です。お地蔵さんがね、苔むしたお地蔵さんが膨大な数あるんですよね。国の美しい自然を堪能した後に東に走ります。松江城に着きました。このお城もね、国宝なんですよね。この日の宿は松江ユースホステル。翌朝やっぱり雨が降ってたんですね。9月11日、松江ユースホステルを出る時のオドメーターは3万飛び895キロでした。
そしてとうとうこの日岡山に帰ってくることができました。オドメーターは確認できなかったんですけれども、おそらくオドメーターは3万1100キロ近辺ではなかったかというふうに思われます。サポートしていただいた全国のヤマホートセンターレッドバロンの皆さん、送り出してくれたヤマホートセンター岡山店の当時のスタッフの皆さん、大変ありがとうございました。最も大きな目標としていた無事故完走、これを達成することができました。このハガキは日本中のお世話になった皆さんに約100枚ぐらいだったかな、一斉に発送したものです。関わった多くの皆さんのおかげで無事完走することができました。特にゴールの時の写真も撮っていなかったので、代わりにここに載せている写真は日本一周をした33年後、 SSTR で石川県千里浜海岸にゴールする私の後ろ姿を載せておきます。最後までご覧いただきありがとうございました。